元町地区再開発事業完成記念碑広島市中央公園は、広島県広島市中区元町にある都市公園である。地元では中央公園とも呼ばれる。公園全体は公益財団法人広島市緑いきもの協会が管理する。なお、広島城址公園は中央公園の一施設である。敷地内の博物館広島城や中国放送、広島護国神社や城の堀はそれぞれ別団体が管理している。江戸時代には武家屋敷が広がり、明治以降は陸軍第5師団が置かれたが、1945年の原爆投下により爆心地近くに位置していたため壊滅、軍用地は撤去された。1946年11月1日、戦告237号により 70.48 ヘクタールが中央公園として、都市計画公園として指定。当時の計画では、原爆ドームのある近辺や元町のアパート群周辺も中央公園用地とされていた。また、丹下健三が設計した広島平和記念公園の1951年、当時の計画では、当公園のほか、元町中層アパート群や、市営元町高層アパートのあたりも、平和公園として整備する構想があった。1951年8月6日に発表された広島平和記念都市建設計画についての意見書で、中央公園用地については、正式に平和記念施設建設用地から外された。その後の計画で、中央公園は 58.76 ヘクタールに変更された。しかし実際は、戦後の住宅不足を解消するために、公営の住宅が1949年までに、市、県、住宅営団などが1815戸建築。さらに原爆で住む家を失った被災者たちが、本川東岸を中心とする地区に流入して、次々にバラック住宅を建築、いわゆる原爆スラムが形成された。1955年5月の広島市長選で、中央公園を縮小して住宅建設をする公約を出した渡辺忠夫が当選。1956年11月には元町にアパートを1894戸建築することを決定。公園用地はさらに16ヘクタール減らされた。当初は中層アパートを整備する計画だったが、1968年の元町地区再開発計画より高層アパート計画に変更。1978年に再開発が完了した。詳細は原爆スラム、市営元町高層アパートを確認のこと。1980年年代初頭に太田川、元町護岸が整備される。日本の歴史公園100選及び都市景観100選に選定されている。公園の北側は、東は、広島市立白島小学校や広島市立元町高等学校に、北は市営元町高層アパート、県営住宅に隣接し、南は広島平和記念公園、神谷町に、東は広島県庁舎に隣接している。広場が広がり、毎年出初め式や防災訓練などが行われている。広場内には噴水もあり、また海と島の博覧会で展示されたモニュメントコンが移設されている。加藤友三郎の銅像もある。広場に隣接して、友好都市の重慶市との関係を記念して作られた庭園、床園が広がっている。公園内には堀川が流れている。広島城の堀の水の不栄養化対策として1990年代に、旧太田川で取水した水を、市営元町高層アパート沿いを流れて、広島城の堀を一周後、広島市道中広氏名線沿いを流れて、再び旧太田川に戻るようになった。元町アパート沿いは、親水公園として機能している。また公園内には3等三角点大手があったが、廃店となった。文化、芸術施設に関しては、広島美術館、広島市立中央図書館、広島市映像文化ライブラリー、広島市青少年センターが建てられている。広島市立中央図書館裏庭には、平和観世音菩薩像がある。児童施設に関しては、広島市子ども文化科学館、広島市子ども図書館、中央公園ファミリープールが建てられている。広島市子ども文化科学館及び、広島市子ども図書館のあったところには1954年から1978年まで、広島市児童図書館があった。運動施設に関しては、広島県立総合体育館、旧広島市民球場がある。以前は競技用プールの広島県立屋内プールもあったが、広島アジア競技大会開催による広島県立体育館の建て替えの時に、敷地確保のために広島市総合屋内プールに機能を移している。現在、広島県立総合体育館には25メートルのプールがある。また、友好都市のハノーバー市との関係を記念して作られたハノーバー庭園がある。岡本太郎の明日の神話の展示に名乗りを上げた時に、この場所に展示されることになっていたが選考から外れている。横には、1949年の平和記念式典で鳴らされた平和の鐘がある。また、敷地内には広島商工会議所もある。最寄り電停、駅は広島電鉄原爆ドーム前電停とアストラムラインの県庁前駅。また、広島バスセンターにも隣接している。広島地図ナビ。広島新市都市文化編46ページ。広島の記録から平和と司法50年みかんの平和記念公園復興の夢と希望を託す中国新聞1999年6月22日、広島新市都市文化編59ページ、広島新市都市文化編62ページ。平和文化No.18113広島平和記念資料館。平成24年度第1回企画展元町姿を変える広島回帰の地公益財団法人広島平和文化センター平和文化No.18113広島平和記念資料館平成24年度第1回企画展元町姿を変える広島回帰の地公益財団法人広島平和文化センター20人の広島市長市政施行から90年から19、渡辺忠夫中国新聞1979年3月30日、夕刊一面 AB、元町地区再開発事業記念誌10ページ、広島新市都市計画編78ページ、永久標識及び一時標識の設置、移転、撤去及び廃店の公開について、sokuseikagis1.gsi.go.jp 2021年5月6日閲覧。国土地理院情報サービス館の問い合わせフォームにて、問い合わせたところ、3等三角点大手につきましては、すでに廃店としておりますという返信をいただいた。西尾隆正、広島の石踏みは見つめる1982年、109p。ありがとうございます。